東口改札口1918年頃の鶴瀬駅と汽車鶴瀬駅は埼玉県富士見市鶴瀬東一丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ17。島式ホーム一面二線の地上駅で、京上駅舎。かつては本線外側に対比線を有する一面四線の形態で、現在もその後は残っているが、レールが寸断されており、 保線車両の留置を除いては使用されていない。しかし2015年に、鶴瀬駅で展示されていた、駅構造図には一面四線と思われる。構造図の展示はなく、現在の一面二線になる前は一面三線と思われる。出口は、西口と東口の2箇所である。西口は、駅ビルに直結している。改札外にファミリーマートと惣菜店がある。ホームと改札外との間は、 エレベーターとエスカレーター、階段により連絡している。現行の駅舎は1970年代中期に完成した。2020年度の1日平均乗降人員は38,982人である。再ピーク時は1日平均乗降人員が6万人を超えていたが、1993年に富士見野駅が開業してからは減少傾向にあり、 2006年度に4万人を下回った。しかし、2007年度以降は再度増加傾向にあり、ララポート富士見がオープンした2015年度には4万8844人と大幅に増加した。近年の1日平均乗降乗車人員は以下の通り、東上線開業当時からある駅の一つで富士見市の代表駅でもある。東口から 富士見市役所まで直線で結ぶ道路、鶴瀬駅東通り線が計画され、富士見市役所周辺の整備が進んでいるのに対し、東口付近は古くからの商店街が広がり、道路の一方通行区間も多かった。2020年時点では、土地区画整理事業が進行し、東口が整備されている。西口から川越街道に接続する道路、鶴瀬駅西通り線も、 富士見市内、三好町内ともに完成した。西口付近はテナントが入らないビルもありかし店舗の看板が目立つ。1960年代から1970年代にかけては人口急増により上下水道整備や学校建設に追われ、1970年代後半に水補大、1980年代中期から1990年代にかけては、 かつ制限の土地区画整理事業が行われた。1957年11月入居開始の高段鶴瀬第一団地は日本住宅高段が建設した団地としては東上線沿線で最も古いことからアルビス鶴瀬として建て替えが進められた。なお、第一団地の建て替えに際して高段と団地住民の話し合いが難航し、その様子が NHK 総合テレビの番組でも特集された。2009年時点では1962年7月、入居開始の公団鶴世代に団地が建て替え、工事途上にある。それに伴い鶴瀬西小学校と上沢小学校が鶴瀬大小学校として統合、新設開校するなどの動きが見られる。2015年4月10日、三井ショッピングパークララポート富士見が開業。 駅から約 1.5km の距離にあり、徒歩約19分、路線バスも利用可能。鶴瀬駅、東口東口は、ロータリー未整備のため、運行事業者によって、乗り場が異なる。東部バスウエスト東口の階段を降りた正面に、乗り場がある。東部バスウエスト暫定広場に、乗り場がある。ライフバス、富士ビルとなり、鶴瀬駅前市場前に、乗り場がある。 富士見市内循環バス、東部バスウェストと同じ乗り場に発着する。鶴瀬駅、西口ライフバス、富士見市内循環バスの発着もあったが、現在はすべて東口発着となった。廃止路線開業当時の村名、入間郡鶴瀬村に由来する。鶴瀬村は1889年の町村政志向に際し、鶴間村と勝瀬村が合併して成立した。 ありがとうございます。